どうも、雨上がり決死隊の宮迫です。さあ、こちらまたまた来ましたけども、今日はなんと4月31日金曜日、はい、ということは、ということはここで串カツ宮迫最終日です。ついにですね。あっという間でしたね。まあでもあっという間でしたけども、うん、すごくいい期間にやっていただいて、はい、ね、なんか本当にいっぱい皆さんにご愛顧いただきましてありがとうございます。はい、ありがとうございます。最終日なので、はい、月宮迫で、はい、ちょっと飲みたいなと。そうですね、はい、思いまして、最後はそこにある垂れ幕をですね、自分たちの手で外して串カツ宮迫ラストを飾りたいと思います。行きましょうか。行きましょう。はい、何食べます？まず飲み物です。あ、そうですね、普通のハイボールでいいかな。メガとかやめます。どうしたんすか？どうしたんすか？おかんから電話かかってきて。え？お母様か。そう、はいはい、YouTube 見てるけど、はい、飲みすぎやろ。おかんから心配になるからやめてくれ。なので普通ハイボールにします。あ、でもまあトレーニングしますしね。はい、そうですね。で、タイカツ、ラストタイカツ。そうですね、行きましょう。紅生姜もください、すいません。はい、ちょっと揚げ物はちょっとね、いい感じで、ちょっと、はい、すいません。宮迫はあえ食べたいですね。僕も食べたいです。はい、美味しいから。宮迫はあえ。小田皿どうする？芋類は糖質がって言ってたな、先生が。そうなんですよね。うわ、まあでも幸いですね。じゃあ私注文しよう。はい、はい、すいません、お願いします。普通のハイボール。はい、ハイボール。はい、チンチロなしなしにしておきます。6枚いきます。あ、もう6枚来てるんだ。はい、今まで宮迫あえとか宮迫元のハイボールとか。あ、そういうこと。はい、僕から聞いていいですか？いいよ。前僕キーボードとか行きましたか？2枚ずつ、2枚ずつ行きましょうか。結局誰も A 賞上げてないですか？そうなんですよ。あーなー。はい、じゃあまたやるから行きます。はい、まあなー。お、ビッグルマーク、ビッグルマーク全部であんねん。毎回言うな。もう一個、はい、あ、一番恥ずかしい。あ、ダメです、はい、残念。すいません、僕じゃあ開けますよ。端からいきます。から分かんないように削って、びっくりとショーが出まして、いきます、はい、もう次いきます。もういいっす。ここまでいって最後いきますよ、せーの。もう無理なんだ。おお、 B きました。Bなの？もう認めてもらえない。行くぞ。これビックリマーク。うわ、すごい。ビックリマークじゃないですか。何年全部に。行くぞ、一気に行くぞ。行きますよ。3。出てこい、 A 賞。うわ、 B は。 B はダメです。 B はもう、はい、B はもういいんですよ。A が欲しいんです。うわ、ビックリマーク。うわ、ビックリマークだ。うわ、ショー。ショーが出た。行くで、行くで、行くで。はい、来い。ありがとうございます。当たりませんでした。ありがとうございます。まあ、しゃあないです。乾杯しましょうか。はい、そうだな。はい、せーの、乾杯。最終日、お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。お待たせしました、ナリスメパパです。メパパです。最後堪能しましょうか。ちょっとそうですね、しよう。はい、さあ、というわけで、はい、閉店時間も過ぎまして、お客さんももう最終日も本当にたくさん入っていただきまして、めちゃめちゃ入ってましたね。大盛況でしたね。なんでしょうね、もう今こういなくなったこの状態がなんかいよいよね、もちろん串カツ田中さんはずっと続くんですけど、串カツ宮迫の終わりをちょっとね、なんか寂しいね。そうですね、そうですね。あー、なんか感慨深いね。感慨深いですね。マーク下ろしましょう。下ろしましょう。さあ、それでは、はい、マーク下ろしますよ。はい、ちょっとね、時間かかりますけど、一個、はい、一ヶ月間頑張ってくれたのれん、これをね、ちゃんと一個外していきましょう。宮迫さん自身の手で、いやー、よいしょ。はい、はい、もう半分剥がれた。あー、終わっちゃう。うわ、なんか
なんか切ないな。なんかそうですね。あ、終わってしまうのか。なんか文化祭の最終日みたいな。そうね。あ、終わっちゃうんだな。めちゃくちゃ言い方すな。めちゃめちゃ青春のいい時間じゃないですか。いや、50だ。ちゃうな。でもなんか分かるよ、その気持ち分かる。これで。いや、もう外れるぞ。さあ。あー、やばい。終わってしまうぞ。やったい。やっぱりやめましょう。つけましょう。無理やりつけ方分からへん。いや、ほんと寂しいな。寂しいな。いや、すごいですね。どこ行ってもこれありましたからね。いや、すごいね。そんなこと人生である。いや、ほんとに。はい、最後も外れました。外れました。福士君勝つ宮迫、本日で終了でございます。終了です。1ヶ月の間でしたけども、お疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。あ、すごい。うわ、元気もちょうど消えまして、本当ね、まあ、梅雨時期になったから雨ざらしで大変やったと思いますけども、本当にありがとうございました。あ、感謝です。終わっちゃいましたね。ギュッとギュッと抱きしめて、ギュッ。一月だけだったんだけど、こんなことがね、起こるなんて。そうですね。うん、こんなことがをさせていただけるなんて。で、今ね、本当にたくさんの人にね、ご来店いただいて、すごく応援していただいたから、なんか感無量です。ありがとうございました。今、串カツ宮迫が終わりましたけども、はい、これはこれ、それはそれということで、はい、後日、社長のとこ行きましょう。串カツさんのこの社長のところに、はい、ほい。社長は数字とおっしゃいました。あ、経営者が数字の言ってましたね。数字以下ではコマーシャルという言葉を社長は口に出していただきましたので、はい、もし数字が良かったとしたら、はい、この一月の、はい、何がしかやってもらいましょう。そうですね。それでまたもうお互いね、ウィンウィンで盛り上げて、ウィンウィンで、お客さんもみんなウィンウィンウィンでもう盛り上げていきましょう。ウィンウィンウィン、はい。というわけで串カツ宮迫終了です。ありがとうございました。ありがとうございました。こののれん、はい、いる人だけでいいんですけど、まあ、これはあのお店に飾ってあったやつはちょっとサインで、はい、でお店に渡すんですけど、寄贈します。まあ、余っているこの新品ののれん、はい、綺麗なやつ、綺麗なやつにサイン、はい、させてもらいますので、はい、もしあの欲しいなと思う方がいらっしゃったら、はい、あのこの概要欄の方に、はい、貼っ付けておきますので、はい、ご応募ください。直筆サイン入れ、直筆サインですよ、本当に。5枚かな。5名で、はい、5名様で、5名様、はい、ご応募ください。めちゃくちゃレアです。お家に飾っていただいて。まあ、卓球って邪魔やけどね。というわけで、社長と話しに行きましょう。行ってきましょう。行きましょう。さあ、またまたまた、串カツ田中さん本社に、来させてもらっております。もう現時点で串カツ宮迫はもう終わってしまいましたので、はい、ただそうですね、今こういう大変な状況の中ですけども、僕の体感では結構串カツ宮迫の状態の時にいろんな方が言ってくれたっていうのはいっぱい聞きましたので、数字を聞いてどうでしたかっていう確認を取って、いろいろ交渉しましょうかということで、はいはい、またずうずうしくも起こさせてもらいました。はいはい、行きましょう。行きましょう。これはもう勝負かかっております。ただね、また状況も良くはないですから、もうお決まりの絶対する。消毒ぐらいね、行きます。あ、社長すいません、いつもいつも一度ありがとうございます。いつもありがとうございます。本当に失礼します。はい、じゃあね、ちゃんと換気の方もちゃんとありがとうございます。はい、はい、いつもすいません、いつも社長が窓開けてくれてるんで。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、社長、ネミグライツ、はい、串勝宮迫、無事やりきることができました。はい、ありがとうございます。いや、もう本当にありがとうございます。あの、何度かお店の方には、はい、あの動画の方でも行かせてもらいましたし、プライベートでも結構行かせてもらいました。はい、僕の見る限りは好評やったような気もするんですけども、まあ、はい、あの嫁迫さんのお友達も何度も行って、はい、ジョッキが全然当たらないってくれるのが
我々も、40、50回引いて、はい、結局当たれへんかったな、ジョッキは。そうですね、キーホルダー3つぐらい当たりました。そうなんですよ。これもこれは運ですから、今回のジョッキがプレミアで。なんかね、そうみたいなんだよな。そうなんですよ、はい。まあ、社長、当初おっしゃってた、はい、結果の数字、はい、ビジネスとして結果の数字が良ければ、はい、何がしか、はい、次の、はい、お仕事案件につなげていただけるというようなお話は、はい、当初していただいてたと思うんですけども、はいはい、数字というのはもちろん別に数字、はい、良かったとは思います。すごい良かったと思います。はい、ありがとうございます。なかったらっていうともう怖いぐらいなんですけど、はい、コロナの第2波とかが それを押さえつけていくっていうのが7月の末ぐらいからですね、はい、あって、そのまあ会社的にすごい数字がもうそれ 100% 既存点 100% 超えてるっていうのはなかなか厳しい。いや、それはそうですよ、ね、チームの総意としては最終的にはそれはまあまあまあレビューコマーシャルみたいなこと思ってたんですけど、それをチームで話しました。それはちょっと第2波も来てます、完全に来てます。今まで以上に感染者数も増えてますし、より今から厳しい状態になっていく中、それはもうね、後ろ田中さんにコマーシャルくださいよ、テレビコマーシャルくださいよとは言えないです。そこも社長も頭入れてください。そんなことを言うつもりは我々ないな。それはもう言えないです。当初はそこぐらいまで行けたらと思ってました。そうですね。でもまさかこんなに大きな大波が来るとは思ってませんでしたので、それはもう言いません。それは言いませんけども、またが、まあ、CM とまではもう言わないですけども、まあまあ何、まあ、助かったと社長がおっしゃってくれたその言葉はすごくやってよかったな、すごいな、はい、そうですね、本当にもうネミグライツ2000万2000万円です。2000万円を出して何の後悔もないんです。やってよかったと心の底から思っているんです。社長、でも本当に感謝してるんで、はいはいはい、ちょっとね今すごいここではちょっとね、はい、ネタバラシできないんですけど、すごい面白いことちょっと考えて少しも恩返ししたいなと思ってるんで、それまたちょっと別途ご相談させてください。何ですか、ちょっと楽しげなことが、これ多分すごい面白いと思うんですよね。ちょっと言いたくない、まあ、こう言えないんですけど。皆さん何かが起こるかもしれません。すごい。あと、はい、もう一つちょっと嬉しい報告があって、なんですか、はい、宮迫さんのネーミングライツを見て、はい、うちもぜひっていう会社が別途現れました。やっぱり宮迫さんのを見て、あれいいなって連絡があって、はい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 、決まった案件なんで。すげえ、すごい経済効果出てます、うちにとっては。僕以外にそんなテンションが上がる人おったんですか。でなんかスタッフがですね、はい、社員が家族とかと、はい、みんなありがとうっていうこうメッセージを書いて写真でこうカフェを作って、すごっ、100万枚100万人の登録と金の盾、はい、そんなんで、こうみんなありがとうございますって、ちょっと持ってるんですよね、スタッフたちが。すみません、はい、すげえ、うおおすげえ、わかんないかな、うわ、むちゃくちゃ嬉しいです。いや、マジでやってよかった。すげえ、売り上げはやっぱ昨年には絶対届かなかったですけど、やっぱすごくスタッフも気分が上がって、やっぱお客さんも頑張ってねとか楽しいねとかいろいろ言われたんで、スタッフもやっぱり 前向けた部分もありまして、ちょっとつまらないものですけど、これから楽しい企画はやって、いやいや、つまらないものじゃないです。すごい心のこもった最高のプレゼントです。これ飾ろう、事務所に飾りましょう。すごいな、ちっちゃいですけどね。いや、すごいですよ、本当に本当に、みんな撮ってくれてんねん。お客さんからもたくさんね、僕自身にもメッセージいただいたり、SNS にいっぱいありがとうございます。コメントあげてました。はい、本当に楽しい1ヶ月間でした。うわ、いや、やってよかったです。それでですね、もちろんテレビ CM っていうのがダメなのはもう重々承知なんですけども、どうでしょう、勝手に
あの串カツ田中さんの CM を作っていいですかね。唐突な話なんですけど、あのうちのチャンネルで串カツ田中さんのコマーシャルを作ります。でそれを動画内で流します。いいですか。そんなえそれいいことなの。そうですか。はいはいはい。動画内で宮迫ですで流したことですね、はい、ああなるほど。まあ、今串カツ宮迫になった時に何回も行かせてもらって、はい、今まで知らなかったぐらいのところがたくさんあったので、こんなに美味しかった、こんなに楽しかった、店員さんもテンション高いし、すごく面白いお店だなっていうのが実感できたので、ちょっとうちであのコマーシャル作りますね。作りますね。え行くとばかりいいんですか。あの僕らありがたいですけど、あのお金はかからないですから、お金はかかってないコマーシャルになると思います。作りますので、あの一度この僕らのチャンネルで流して、そのうちにあのその映像はもう譲渡しますので、権利を全部あげちゃう。何かに使ってください。ただどんな CM になるか分かんないです。いや、いいのかな。あのもしかするとあのマイナスプレゼンになるような可能性もありますけれども、一度そういうあのその一発目もちょっといろいろ考えてるんですよ、勝手にコマーシャル企画っていうのを。あのいろんな企業さん、あの今ちょっと疲弊して疲れてらっしゃる企業さんとかの、もちろん今その状態でテレビコマーシャルができないであろうようなところのコマーシャルをの良さを勝手にこのチャンネルで作っていこうかなと思います。はい、事前授業ですね。ギャラは一切入ってこないですよ。そうですね、こっちは出費しかないですけど、でもなんかそれでなんかね、そんなことであの楽しんでいただけて、その企業さんのことを知っていただけたらいいかなと。ありがたいこと。この企画面白くないですか。いや面白い、いや僕らすごいありがたいし面白いですけど、それも、ね、なんてそれもあの一発目を串カツ田中さんに何をしてましたよ。それを串カツ田中さん一発目でちょっとコマーシャル、ありがとうございます。ありがとうございます。勝手にコマーシャル勝手にコマーシャルシリーズやっていきますので、はい、このシリーズ化していきましょう。ほんでもできることならもう二度なれる企業のコマーシャルやっていきましょう。本当に僕なんかもなんか世間にね、なんかマイナスの話題ばっかり振りまいた人間ですから、何がしかなんか恩返しできることを、あのもうこんなことまでやっていただいてもやりましょう。やりましょう。はい、社長本当にありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。今後とももう何かしか、はい、社長が何か考えてらっしゃることがある。はい、楽しみですね。ちょっと何なんだろう、どういう展開になるか分かりませんけども、社長今後ともよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。というわけで、チャンネル並びに串カツ田中も今後ともよろしくお願いします。盛り上げていきましょう、みんなで。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。本日、7月31日もう過ぎましたけども、で、串カツ宮迫が、終了いたしました。はい、に足を運んでくださったたくさんの皆様、本当に感謝しております。ありがとうございました。ありがとうございました。本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ペコリペコリペロペロって見えてます。